あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行くのですが、何やら二人は立ち話をしているようです。ばあさんや、上越妙高駅で高校生が浴衣祭りやってるって知ってるかい？知らんわ。てか、なして高校生が駅でお祭りなんてすんの？なんかな、上越の宝を探そうって高校のイベントがあって、そこから始まったらしいんじゃよ。上越妙高駅はな、地域の宝だって思われたんですがな、駅周辺はもう何もなくてな、そこでな、自分たちで盛り上げようかってなって、よし、お祭りをしようってなったらしいんよ。おー、素晴らしい。もう私も行ってみたいわ。もう、じゃあ行ってみるか。ほれ、チラシもあるぞい。7月18日って終わってるじゃないの。ああ、ミスったわい。あ、でもなんか検索したら当日の動画見つけたわい。あら、そうなの？てか、あなたスマホマスターしてるのね。この動画はなんか高校生が作ったらしいんじゃんよ。なんか近頃の高校生ってすごいわね。そうなんじゃよね。あ、なんか浴衣祭りメイキング映像見つけたぞい。見てみるか。高校生最高じゃないの、あなた。もう地域のために頑張れる高校生ってもう地域の宝じゃないの？そうじゃよね、わしも思ったよ。もう自慢の宝じゃわい。